県ヤガタメっていうとこです。ヤガタメっていう岩が近くにあるんですよ、でっかい岩が。今日もろくに配信できなかったですね。途中で諦めました。こんばんは。で、温泉じゃなくて普通のホテルみたいな感じなんですね。私はオタクです。レコード大賞、ツイッターのハッシュタグか何かでレコ大って書いてあるから、レコ大ってどこの大学だと思ったらレコ大なんですね、あれ。おいっす。老けた。太くと。ああ、じゃあ。それですよ。外観見せます。まだ途切れる。なんでだろうな。ポタファイ窓際に置いてんのに。あ、安定してきたかな。どうかな。窓辺にもともと置いてます。向こうの方に。一人で泊まるには、一人で泊まってると思いますか。まあ、思えるような ですね。まあ、じゃあ部屋の様子からですかね。今安定してきましたよね。なんだろうな。流れが詰まってたのか。いや、名前しか知らない、文字列しか知らないです、実は。上り速度が安定しないな、下がるな。お疲れ様です。ダメですね。とても綺麗な部屋です。なんたって、平常7500円のとこですから。あ、また下がった。上がった。女湯の位置。五島列島。鳴島？鳴島って私自転車の名前しか知らん、あ、鳴島か。確か、なんだっけ。福江島の近くですね。なんでこんな安定しないんだろう。もしかしてなんか、
ちのタブレットが変な通信、Windows アップデートとかバックで通信してたりしないだろうな、まさか。iPhone、ロス内って何ですかね。有公園の焼肉じゃないんです。アップデート勝手に、確かしないようにしてるはずなのにな。今、いや、また下がったりしてますね。もういっか。と iPhone も機内モード。これでどうだ？お？安定した？そうでもないな。ん？安定しないな。疲れました。Wi-Fi 電波は被ってないと思いますよ。だって今繋がってんの。うん。自前の、ポタファイですから。安定しないですね。こんばんは。割とどうしようもないですね。よし、じゃあポタファイ再起動だ。ああ。
もいらないならちょうだい。お調子者の電波。なんででしょうね。電波に悩まされるな。通常配信にしました。これです。音は切れにくくなったんじゃないかなと思うんですけど。おでんがない。あ、オッケー。いいですかね。あのドアはですね、風呂で、ユニットバスでした。まあ、とりあえず、冷蔵庫で冷やしてましたんで、キンキンでございますよ。あ、おにぎりせんべいこれ40円。40円のやつです。じゃあ乾杯。しばらく我慢してたんで、飲み物我慢してたんで美味しいな。おにぎりせんべい食べたい。おにぎりせんべいは、なんか別格の美味しさがありますよね。で、ピンとこれ、オートフォーカス効いてない?アルコール 3%。自動フォーカス効いてなかった。こういうやつです。あの、パッケージがとても美味しそうだったんで、半袖って、そこはどこですか?ここは今エアコン28度でかけまくってる、新しい宿です。ちゃんぽん食べたい。自転車の飲み水ってありますあります。まあ私は飲めないからあまり関係ないけどな。3% のこれはこの配信的だけなんで。じゃあ、とりあえず。いろいろな意味でそろそろ結婚した方がいいと思うわ。そうそう、結婚。余計なお世話だ。お世話?お世話?ロボさんの嫁は自転車です。それは、マッチケアだ、マッチケア。昔赤服の餅の再利用って知ってた?マジ?独身とは限らないぞ。マジで赤服の餅の再利用なんですか?いや。どうでもいいや。酔えるっていうか飲みきれないんですよ。来年ももちサミットに来ますか?ノリが、もちサミットは多分、いいと思います。ただ、来年の世界っていうのはどうするんでしょうね。去年のもちサミットが一ノ関市ローカルで、今年のもちサミットは全国から募って、来年の世界って言ってるんですけど、どうするんですかね。苦労して結婚を、やめなしょ。あ、そうそう、なんか、バイト絡みでレールも叩かれてますよね。まあいいや。まあいいよ。いや、モチサミットもかなり盛り上がってると思います。来年の目標はいろいろ走る。生主討論会に参戦、どうしようかな、しません。押し入れなんかできない。押し入れ存在しません。USB で整理で買ったんです。関東の方でいつも買ってたスマホスタンドがなくて、
仕方がないから、これカタログスタンドっていうやつを、カタログスタンドっていうものを買ってきて流用してます。ああ。やった。USB。で、ですね、ここにさっき写真入れたんで、ここでスライドショーできますよ。物理スライドショー。で、今日の夕食。これです。ですね。左上がさつま揚げ。上が、あ、売ってないや。上がまあなんか、固めの木綿豆腐みたいなやつ。で、真ん中がきびなご。右側が鶏の照り焼きっぽいやつ。光ってますよね。で、下のやつがですね、これ何の刺身かわかんないんですよ。煮ましてます。この刺身って何ですかね？この肉質見てわかりますか？なんかすごく弾力があって、口の中でいつまでも残るんで、これだけでご飯いっぱい食えるんじゃないかっていうぐらいの。ヒラスカンパチ。あ、カンパチとは違ったんで、ヒラスなのかな？カンパチほどなんか噛み切りやすくないんですよ。いや、ブリじゃないです。これブリじゃないです。ブリは、あ、この写真入れてないけど。あと、熱いさつま揚げ。温度的に熱いさつま揚げ、たまりませんよね。ブリじゃなかったですよ、この肉は。なんていうか、ブリはもうちょっと脂が入ってますよね。わかる人いないかな、これ。かなり弾力があるってやつで。竜宮城。この写真とかからわからないかな。ヒラス。あ、ヒラスですか。ありがとうございます。いや、聞こうと思ったけどですね、個室に、ここって1階が居酒屋で、そこで食べるんですけど、一人の個室で取り残されるんですよ。戸まで閉められて完全に個室状態で。さつま揚げも、あ、分厚いですね。鹿。関東ではさつま揚げおでん扱い。あ、そうですかね。で、こいつがこうしないと戻れないんだよな。あとはなんか自慢するとこあったかな。あ、自転車はフロントの横に置いても置かせてもらってます。車輪しか映ってないけど。あと、ここの建物は、これ見えるかな。ちょっと暗いな。私のとかの影になってなんとか見えますよね。こういうなんかチャーチっぽい、チャーチげな、建物です。だけど食事は純和風っていう。で、これ。多分朝になったら光が差し込むんだと思うんですよ。チャーチ。バテレン、この島は特に隠れキリシタンの島なんで、そう、キリシタンがあちこち隠れ住んで、それで小さな集落が島のあちこちにあるんですよ。夏の女の一人旅情報聞いた。だから、夏に福江島に来ないと。あとは、なんか今日見せるネタあったかな？ここの主人がクリスちゃんだから。この主人が。どうかな？わかんないな。ん？あ、世界遺産に。2015年目指してるって言ってましたね。あ、あと今日、昼食べたところがこんなところ。こうか。港の近くでものすごく流れてるフォークソングとかが似合うところでした。踏み絵か。これ。なんてそれっぽい。で、フォークソングがずっと流れてたんですよ。ってピント合わないな。そうそう、しないといけば。ファミリーレストランって書いてありましたけど。南コース。あ、味は、まあ、トルコライスとかも売ってますか、そういや。これ。これが日替わり定食。昔ながら、で、このナポリタン風味なところがやたら量が多いんですよ。あ、ツイッター見てますんで。店内暗かったんですよ。ですね。窓もなんかなんていうか、綺麗なガラスじゃなくて、船っていうのかな。なんかちょっと完全透明じゃなくて少しムラがあるような感じのガラスで、すごい味がありました。
これ喫茶店、あ、レストランか。の窓から外見てるんですけどね。忘れた。すべて忘れた。旅行中はあまり覚えてないです、そういうのは。アメガラスっていうんですかね。これは Windows 8 の、フォトっていうやつで、ここに写真追加する方法わかんなくてえらい苦労しましたよ。ふざけんな。こんなことわかるかよ。あとは、これとか。スロクエントグラス。ん？あ、ステンドグラスってことか。ピント。これは今日福江島にいた間に、ピント合わねえ。あった。こっから動かないですよ、こいつ。車が来たら、よっこらせって避けてましたけどね。ロボットですね。あらなんかわかる。うん。白だこを食べて。明日放送は、この分だと明日放送も諦めようかなと思ってます。もう GoPro だけ撮って、ん？お城跡、ああ、わかんないです。普通の山にしか見えなかったですけどね。まあ昔でもお城あったのかもしれない。あとは、何か見せようと思ったのがあったんだけど、冬の海が。何だったっけ？今日もう一つなんかネタあったと思ったんだけど忘れてしまったな。あ、そうだ、夜の写真だ。あ、この辺りだ。こうかな。これ、ピント、あ、来た来た来た。これがですね、この近くの、教会なんですけど、夜すごいライトアップしてるんですよ。こんなツリー状になってて、で、てっぺんのこの流れ星の方がここに色違いのがあるんですけどね。かわいいな。こんなんで。で、それの後ろの境界がこう。この青い階に照らされてるだけなんで、すごく映り悪いんですけどね。マリオのスターっぽい。スターっぽいか。あと手ぶれの夜景とか。こっちさっき夜走ってきたんで、これこの近くの港なんですけどね。ああ、こんな感じ。イルミネーションの良さがわからん。イルミネーション、まあ私もそういうところはちょっとあるかな。まあこんな感じでしょうかね。あと窓の外は特に。どうした？宿はですね、6時に着きますって言っといたんですけど、着いたのは6時半前ぐらいでしたね。結構時間かかってしまった。6時20分か。あとは窓の外ネタは、あ、これ開かないな。まあ、暗いです。これ何が映ってんだ。あ、目の前になんかあるな。向こうに街灯があって、すぐ宿の前が、ん？あ、ここはですね、7500円のところ、
島特通貨っていう5000円で6000円分のチケットが買えるやつを買ったので、6500円相当で泊まってます。ふぅ。少し回ったかな。ことになるなんて。音の帯域がないか。いや、止まるのは変です。くじゃね。に窓で見てた放送も。止まったからニコ生じゃね。室内風呂は女性客が多い証。いや、本当ですか。他の。しょっちゅう、ナウローディング。こっちの通信状況が悪いんだと思うんですけどね、違うかな？ん？あれなんだろう？ああ、よく消えてる。画面モザイクに近くするとか、モザイクに。音声よくわかんないですね。何起きてるのかわからん。一応じゃあ一枠ぐらい予約せずにやってみましょうかね。